今日はさつまいもの、さつまいもをまたイノシシが食い荒らすっていうことで、農家さんがこの電線を引っ張っていて、その電線のこの電気がちゃんと通っているかっていうチェックに同行させていただいてます。この機械を使ってこの電線を、この電気がちゃんと来てるかっていうのをチェックするそうなんですね。なのでちょっとこれをやってみたいと思います。でこれがアースで、これを土の中にピッてやるんだって。こうやってで映ってないかもしれないけど、ここに今土に埋めたというか刺しました。これをやるって、これどうなってるかわからないです。どうなってるかわかりません。電源の緑ボタンと黄色い出力っていうのはついてる気がするんですけど、この強、中、弱ってなってるのはついてない気がするんですけど、いいんですか？へ？あ、触ってみろ。これを？え、やだよ。え？本当に？本当に？本当に？え、怖い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 。どうしようどうしよう。いやいや、怖い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 。本当に？え、こっち？こっち？こっち？え、わかんない。もう一回？え、わかんない。穴が当たるから、さっきみたいにビビってなって、それでイノシシ除けになるそうです。あ、すごいでしょう。全部ここはさつまいもの畑です。さつまいも、今ねちょっと雨降ってきたんですけど、でここはね山の方なので、徳之島の中でも山の標高が高い方なので、お天気がとても変わりやすくって、雨がよく降るっていうことで、ここで栽培されるのがもうスプリンクラーとかそういうのも設置せずにできるから、最高みたいです。見て、これ全部さつまいも、すごくない？今日はこの畑をすごいたくさんの箇所を一緒に回らせていただいてます。雨の音聞こえるかな？雨が降ってきました。すごーい。わー、今すごい恵みの雨、がめっちゃ降ってるんですけど、この上のやつがねソーラーパネルになっていて、でこっちに蓄電して、でこっちの電線に電気を通すっていうことなんですけど、でソーラーのパネルが稼働してない時でもこっちにちゃんと電池も入るようになってるそうで、それでも夜間でもずっと動くみたいになってるそうです。すごいね。あー、もうさつまいもも、じゃ雨ですごいみんな生き生きしてます。す
すごーい。これね、源泉。こんな感じで。イノシシの駆除をしているそうです。あ、駆除？違うな、対策。イノシシに農作物が食い荒らされないようにの対策をしているそうです。雨なんで車に戻りますね。うわー、通り雨超いっぱい降ってきた。あ、映ってるね、ちゃんと。すっごい大雨。自然のスプリンクラー。